間違いないわ。わかるでしょ、このぬくもりと懐かしさが。今頃本乱が3人揃ってももう手遅れだ。まもなく我が軍の統制システムに送ったコンピューターウイルス恐怖の代用により人民解放軍は全て私の意のままに操られるのだ。私の指令一つで全核ミサイルが中国使用都市めがけて発射される。そしてアンゴルモアの代用は蘇る。中国はヨーロッパを侵略するのだ。バカな悟空、お前は一体何者なんだ。真の始皇帝チンギスハーン、毛沢東と受け継がれた3人の代用の霊はこの私、すなわち第5世代コンピューター悟空に提唱しているのだ。お前たちには見覚えがある。世の命を狙って失敗した3匹の本乱だな。どうなったんだ。これは悟空の想念の世界に引き込まれたんだわ。混乱の息の根を止めろ。これは孫子の剣。なんとバカな。孫子の剣は覇王の書にあらず王道の書なり。我ら三人、覇王の決力を立ちに来た。青二歳が、くしゃくな。には限界があっても想念には限界がない。この拳には天安門で殺された人々の想念が凝縮されているんだ。邪悪な本乱め。万里の長城。竜よ、我が分身よ、目覚めよ。三匹の竜に。愚かな三匹の本来よ、我らにかなうと思うのか。おとなしく我らが手にかかり果てるがよい。我ら三人、今こそ覇王の血脈を断つ。バカめ。
大丈夫か、ミズホ。ありがとう、シン。どうしたんだ、流行。文化大革命の最中に青春を送ったお前に、神格化された私のイメージを消し去ることはできまい。ダメだ、俺に毛沢東を倒すことだと。なんだって、流行。お前は忘れたのか、俺たちが兵廃図と呼ばれ学校や世間から締め出された体制を作った張本人が誰なのか。流行、この血と一緒に俺を自爆していた共産主義の神話まで流れ出していくようだぜ。大丈夫か、流行。俺のことは気にするな。お前は奴を倒すことだけを考えろ。次の一撃で一気に肩をつける。みんなの力のすべてを俺に集中してくれ。わかった。大王たちよ、黄泉の国で永遠の眠りにつけ。始まるのさ。中国が新しく生まれ変わるために。